境町は、茨城県西地域の佐島郡にある町、関東大都市圏、小賀都市圏に属する。江戸時代は、関屋土藩に属し、利根川対岸の城下町と一体とみなされ、河川集運を生かして発展した。慶長年間に貸しが設置され、安永3年に和菓子トンや2軒が公認された。その翌年の統計によれば、欧州から江戸に向かう荷物が、年間3万だ。 その反対の荷物が7000だであり、高瀬船や橋毛船などが計129隻あったと記録されている。廃藩置県後は、佐島郡役所及び西勝鹿郡役所が置かれた。現在の境町は昭和の大合併で、旧境町、長田村、西村、森戸村、佐島村との合併により誕生した。平成になって、現在は、万道市となったび、 佐島郡佐島町との合併が検討されたが、住民投票の反対多数により単独調整、継続となった。利根川が町の南端を東西に流れる。東京都心から比較的近い約50から60キロメートルにあり、常実の通り関東大都市圏に属する。旧境町を中心に公共施設、商店街、大型店、住宅地が集中する一方、郊外は、 のどかな田園風景となっている。また町内には、佐島大地があり、大地上では、地の利を生かして佐島茶が生産されている。境町歴史民族資料館農産物農業系、組合著名建築家、熊健吾設計の施設を、2018年会館の6時、産業化施設、境、山道川切りに、境河岸レストラン茶像、特産品開発に取り組む、エスラボ、 美術館 S ギャラリー、モンテネグロ会館から2021年開館予定の街角カフェと全国市町村で最多の6カ所を建て続けに整備している。熊健護作品を目当てに町外から訪れる見学者を含めて中心街や町経済の活性化につなげる狙いがある。商工系組合工業団地堺地区西地区、長田地区佐島地区、森戸地区町内を 鉄道は通っていない。鉄道を利用する場合、最寄り駅は東武日光線南栗橋駅だが、公共交通機関が利用可能な最寄り駅としては、東武伊勢崎線、東武動物公園駅、東武野田線川間駅、JR 宇都宮線小賀駅がある。2020年11月26日、日本国内初の自動運転バスの定常運行を開始。街がフランス製。 ナビアールマ3台を導入し、ボールドリーが運行を管理する。他の路線バス事業者は以下を参照。なお、朝日自動車のバス事業の事実上の前身である、東武バスのバス事業の政治には、境町ターミナルは一大拠点であり、野田市駅、札幌駅、ま又駅、下立駅、結城駅、栗橋駅、新小川駅、下妻駅、岩井、さらには、 東京駅や浅草などへ向かうバス路線も存在していた。堺古川バスターミナル圏王道、堺古川インターチェンジ近くの堺町触れ合いの里に、堺小賀バスターミナルが整備され、2017年11月1日より、千葉交通、関東自動車が運行する、成田空港直行高速バスが停車する。1月には、堺だるま市、7月には、 境ふるさと祭りが行われ、大変賑わう。特に、境ふるさと祭りでは、近郊だけでなく、遠くからも多くの人々が訪れ、近郊の夏祭りと比べても、非常に規模が大きく有名である。ふるさと祭りのイベントとして行われていた、利根川自作イカダレースを、利根川イカダレース選手権員堺として実施。その他にも、名の花フェスティバルなどが行われている。 ありがとうございます。